ですけど、皆さん聞いたことありますか？ねえ、神社とかでよく神社、ねえ、クリスマス、クリスマス、神社じゃなくてクリスマス。ほんまじゃ、ソリが消えた。すごい。え、りょうくんはどの楽器が好き？一番みんなが楽しく聴けるようになりました。ありがとうございます。この後もぜひ一緒にお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは第2部は盆踊りの時間となっていきます。盆踊り
自分たちが住んでいるところの盆踊りは今年の夏踊られましたかでしょうか。今年踊ったよって方おられます？盆踊りの盆踊りを会場の、あ、はいはいはい、あの盆踊りはね、ご先祖様たちをお迎えするためにこの地上に生きている私たちが踊りながらお迎えのために準備をしますよね。この周防大島でも大切な盆踊りがずっとずっと、伝え紡がれております。その盆踊りを今からステージの上からお届けできたらと思いますので、お楽しみください。神社にありがとう。Thank you.
島を好きなこと、自分のふるさとのことを大切にしてくれること、そういう思いが紡がれて、今日この日が行われます。
しげです。昔の揚げの賞に伝わる鉄の子歌です。大黒様の燻製が一にたわらふんまいて二ににっこりわろうて三で酒を作って四つ夜中いいように五ついつものごとくに六つ無病息災に七つ何事ないように八つ屋敷を広めたてここなつここらで蔵を建てI'm not afraid of the dark.
Thank you.
最後その昔はね、今この袖でお聞きしていたんですけど、一晩中なんか飲みながら食べながら踊り通したという話をね、今袖で聞いておりました。なんか天にね帰ったご先祖様たちがこうして今を生きる子孫たちがこんなにも嬉しそうに踊ったり食べたり飲んだり元気にしていてくれることが嬉しかったんだろうなと思いながら今のこの空間を見ておりました。そして今ね太陽くんがおじいちゃんの背中にね手を当てていたその姿もまた何とも言えない姿だなと思って見させていただきました。はい、お願いしますね。続いては大島バンドの皆さんが登場されます。大きな拍手でお迎えくださいませ。
夕焼け空は赤い。
るんだぜ。負けないで。
上手で突っ走ろう子供のこの気持ち忘れないで。その大きな大楠のすぐそばに黄色い家があって、それがひさちゃんきょんきょんの家でした。そうなんです、ね、ありがとうございます。橘家族やっています。はい、せーの。楽しかった教室に響く笑い声に満遍の笑顔、ワクワクやエネルギーで毎日充実していた。かわいい最高、それいいね、やってみよう、いい感じだね。出会いでありがたい人生、生まれてこれてよかった。褒められて褒め返して、長所見つけ見つけられて、学級団結していく、また自分のこと好きになってく。ずっと友達みんな親友、いい表情だねと自信つけ、気配り嬉しいガッツポーズ、誰もが素敵な存在、やられて嬉しいやり返す、幸せの波紋広がっている。このクラスかわいい最高、先生も親も大好きで、今思えば奇跡なくらい、流れも循環も素敵でした。喜びを分かち合って、幸せが100倍に広がってく。今の私たちがいるのは、どんな時も信じてくれていた先生や地域家族の いろんなことあった。4年の頃5年生になり変わり始めた、仲間の大切さ学んだ。
言葉の大切さ実感した。友達のことで縁になって話し合いを重ね発見の日々、チャレンジは心を弾ませ、良い言葉は心をまた褒められたら嬉しいよ、認められるとほっとしたよ、日に日に思い出が増えていく、教室の空気が変わっていく、お米の実験、良い言葉を毎日かけ続けてみると、食べ物が輝きを増して、食べると涙がこぼれたよ、たくさんもちょこちょいしたのに、何も文句を言わないで、許してくれたよごめんなさい、不安もファンとなり楽しめたよ、今思えば自分自身と向き合うことできてよかったよ、どんな些細な出来事もありがたいって心から思えます。6年間通った立花小学校、たくさん素敵な友達ができました。私たちの大好きな立花小学校、6年間ありがとうございました。地域の人がいてくれたから、学級生がいてくれたから、先生がいてくれたから、友達がいてくれたから、家族がいてくれたから、あの時褒めてくれたから、みんなに感謝ができています、すべての出来事にありがとう、ことは。最後の曲はみんなで輪っかになるか、みんなでステージに来るかということをやっていました。みんな子供の心になってちょっとステージに上がってきてもらっていいですか。拍手お願いします。この光景は阿波さんが少し話してくれます。ありがとうございます。はい、私たちの命はいつも目に見えない大切な存在たちがそばにいて、どんな時も私たちのことを見放さず応援してくれています。その目に見えない存在を心で感じながら、命喜ぶ時間を今日こうして共に過ごせましたこと、ここにいる一同心の中に感謝があふれています。どうぞどうぞ皆さんもご一緒に、お席のままでもステージの上でも、命喜ぶ最後の時を一緒に過ごしましょう。命喜ぶ時、いっせーので、命喜ぶ時、友達できた時、命喜ぶとき、おしゃべりできたとき、命喜ぶとき、社会見学したとき、命喜
泣き喜ぶ時褒められた時優しい言葉かけられて優しい言葉をかけて友達のいいところ見つけ合えると楽しいな命喜ぶ時身長が伸びた時命喜ぶ時みかんを食べた時命喜ぶ時虹を見かけた時命喜ぶ時ありがとう言われた時、はい、喜ぶ時だよバッターを取ったとき逆転取ったとき命喜ぶとき読書するとき料理するときできたとき分かったとき花火大会見るとき今までできなかったことが初めてできるようになったとき友達の笑顔を見たときイエーイ君たちの歌を聴いて泣いてくれる人がいるなんて嬉しくて笑顔になるよ音楽が大好きになる感謝ありがとう幸せの連鎖万歳させていきますせーの万歳万歳万歳よありがとうございました。失礼いたします。主催者を代表しまして一言お書き申し上げます。本日は言葉と音の演奏会命喜ぶ時にお越しいただきまして誠にありがとうございました。本日ご出演くださいました夫婦デュオスタキョンさん、シンガーともさん、阿波ひろみさん、マウンテンマウスファミリーの皆さん、スゴー大島バンドの皆さん、そして本日演奏会に携わっていただきました皆様、素敵な演奏を披露いただきまして誠にありがとうございました。今一度出演者の皆様に大きな拍手よろしくお願いいたします。また本日阿波さんにおかれましては素敵な司会進行いただきましたこと誠にありがとうございました。本日は本当にありがとうございました。していただいてお帰りの家の玄関を開けるまで無事にお帰りつきくださいませ。どうもありがとうございました。お日のタッチ手を挙げてください。お日のタッチの周り
に皆さん集まっていただけたら、最後記念に集合写真の方よろしくお願いいたします。